キー、シュート決まった、ホーム札幌先制。 J1 残留の望みへ札幌大きな1点が入ります。川崎フロンターレを相手に2ゴールで勝利、最下位脱出。無失点勝利の立役者菅野本人の解説です。バズレビュー。J1 残留へ勝ち続けるしかないコンサドーレ。残留争いのライバル鳥栖、磐田との直接対決で今シーズン初の連勝。直近5試合で15ゴールと自慢の攻撃力が覚醒中。しかし順位は変わらず、17位湘南との勝ち点差は10。コンサドーレは残り10試合、負けられない戦いが続きます。何が何でも勝利をつかみたい川崎フロンターレ戦です。しかし直近3試合勝利なし、苦手としている対戦相手。試合は序盤から攻め込まれる苦しい展開に。22分には駒井が自陣でボールを奪われピンチを招きます。ここは大崎が連続で相手の攻撃をストップ。いや、ハラハラしましたね。反撃は31分、札幌スパチョーク前に出ていく、2人の間抜けていく、さあスパチョークの前にスペースがある、反対サイド鈴木選手ですが、高井がよく入りました。ナイスカバーだ。スパチョークの突破は日本代表初選出の高井に抑えられます。33分、菅がボールを奪われますが、ここは守護神菅野。ゴールこそ割らせないものの、前半だけで7本のシュートを打たれるやや一方的な展開。流れを変えるべく後半14分に3枚替え。宮澤、中村、そして荒野が股関節痛からおよそ3ヶ月ぶりに復帰。21分にはビッグプレーが。おー、もうこれぞ菅野、チーム最年長が気迫のプレーを見せると、26分にチャンスが訪れます。途中交代の中村から右サイドの高尾へ、最後は青木。2試合連続チーム最多の5ゴールで欲しかった欲しかった先制点を奪いましたね。青木選手決めてくれましたね、はい、磐田戦でも、ね、同じようなゴールありましたけど、ここぞっていう時の青木選手の勝負強さ、いや、さすがですね。本当に冷静に流し込んでくれましたよね。自分が起きたらいいなぐらいで任せてはいましたし、まあ、みんなやっぱりしっかりとゴール前に入ってくるというところは意識してやれてたと思うので、龍があそこでしっかり最後まで持ち運んでくれたのはすごい良かったなと思います。このゴールで勢いに乗り、35分、荒野から青木へ。青木が右に張っています。今度裏を狙う、鈴木武蔵に入るヘディング。鈴木武蔵今シーズンの4点目頭で決めた。札幌大きな大きな1点、2対0。直近6試合で4ゴール、調子を上げてきたエースの追加点。いや、両端のボールが本当完璧でしたし、
枠内にしっかり収めれて良かったです。強敵フロンターレ相手に我慢の末掴んだ勝利、しかも2試合連続無失点、そしてなんといっても3連勝です。最高です。勝ち点積み上げて残留できるようにチーム一丸となってやっていくので熱い応援よろしくお願いします。まだまだ、ね、僕らのストーリーは終わってないので、まあ、次の試合も、まあ、勝利を目指してやっていきたいなと思います。この試合幾度となくチームを救った菅野、後半21分のこのビッグセーブ、解説をお願いします。菅野貴則のバズレビュー。ちょっと恥ずかしかった。恥ずかしいですか。ちょっと照れ笑いを見せてくれました。まあ視線の先にまあ家永がフリーだなーみたいな感じでは見えてたんですけど、まあでも利き足じゃない右足ね。してちょうど被ってたんですよね。そういう意味で、まあ、先にとにかく動かない。で見えた時に対応しようっていう意味では、まあ体が自然に動いたっていうのはありますか。いやまあ逆をちょっと疲れてたので、まあ、そういう意味ではまあうまく体重移動もできて、まあ、体もねいい調子でできているので、まあ、そういう意味ではまあキーパーコーチの毎日の練習のおかげだし、サポートしてくれるスタッフのおかげかなと思います。なかなかしびれる、まあ、本当に肝っ玉座った男しか多分このグラウンドには立てないんじゃないかっていうような状況なので、まあ、そういう意味ではこういう厳しい状況ですけど、まあ、本当に男と男になってね、一人一人引き続きグラウンドに立ち続けて、まあ、どうなるか分かんないですけど、まあ、僕らはもう目の前の試合に立ち続ける、そこにだけに集中することだけでいいと思うので、とにかく自分の仕事に 100% 集中してプロとしてやっていきたいなと思います。今シーズン初の3連勝でおよそ3ヶ月ぶりに最下位を脱出。17位湘南との勝ち点差は7。この勢いで残り9試合、とにかく欲しいのは勝ち点です。続いては J リーグ全60クラブが参戦したルヴァンカップ。コンサドーレは見事ベスト8に進出。ホーム&アウェーで戦う準々決勝はなんと去年と同じ相手、横浜 F マリノスとの対戦です。去年のベスト8敗退の雪辱を果たすべくアウェーの地で第一戦に臨みました。試合序盤からチャンスを作ったコンサドーレ、まずは前半3分、田中宏夢のパスに小林、ボールを拾ったバカ横の先制ゴールと思われましたが、これはオフサイド。22分には田中宏夢のクロスに再びバカ横、さらに続くチャンスに三度バカ横、しかし相手キーパーが好セーブ、シュートを決め切ることができません。惜しい場面続いてますね。そうですね。優位に試合を進めたマリノスは前半30分と36分立て続けに2点を奪い勢いをつけると、さらに新野が一発レッドで退場、1人少なくなったコンサドーレはアウェーの地で大量失点を喫します。後半32分、途中出場白井の初ゴールで1点を返しますが、多くのチャンスを生かしきれなかったコンサドーレは5年ぶりの準決勝進出へ痛い敗戦となりました。サポーターの後押しがあるんで自信持って、まあ、6点取らないと勝てないですけど、まあ、全然取れるチームだと思うんで頑張りたいです。キックオフ北海道、こんにちは。さあコンサドーレリーグ戦は3連勝、 J1 残留に向けて勢いづいてきましたよね。いや3連勝すごいですよね、はい、強い相手だったので勝ててよかったですね。本当そうですよね。ただ一方ルヴァンカップ準々決勝第一戦は悔しい結果となりましたが、こんなところから登場、そのルヴァンカップの他では手に入らない素敵なプレゼントが今日はあるんです。詳しくは後ほどお伝えします。エースを探せスゴ技選手権、
行われたフットサルの全国大会で見事ベスト8に輝いた苫小牧エルソーレ FC のみんながスゴ技に挑戦してくれました。苫小牧エルソーレ FC の渡辺なんです。全国大会で24ゴールの得点をキャプテンのダン君が挑戦。おおすごい、華麗な足さばきはさすがキャプテン。グレイ。続いては南沢優です。スゴ技チャレンジします。全国大会でフル出場、大活躍の優くんはドリブルを披露。おおすごい、スピードに乗ったシザーズに決めのボールキャッチもお見事。番組では皆さんのスゴ技動画を募集中です。番組公式 LINE を友達登録して動画を送ってください。お待ちしております。今月3日、スポーツくじウィナー新 CM 発表会が行われ、新 CM に出演する神予想でサッカーファンからも絶大な人気を誇る影山優佳さんと、特別ゲストとしてパンサー尾形さんと菅さんが登場しました。 J リーグや B リーグなどの試合から好きな1試合を選んで試合結果を予想するウィナー、 新 CM は9月3日から放送開始しています。今週はルヴァンプライム J リーグ応援パッケージ50箱をお一人にプレゼントいたします。今回のパッケージはプライムラウンド用のデザインになっています。詳しい応募方法は番組公式 X をご覧ください。コンサドーレは J1 残留に向けてリーグ戦3連勝、強いコンサドーレ帰ってきてますよね。いや、チームの調子もいいのでスリル満点な試合を楽しめればいいですね。はい、そんなチームは明日ルヴァンカップ準々決勝2戦目に挑みます。